佐藤和也は日本の忍舎奏者、作曲家、佐賀県唐津市出身。佐藤の忍舎は自分の心と素直に向き合い、自身の経験、感情から生まれる旋律を笛で歌うように表現することに一貫している。素朴で優しく、しかし真のある音色で歌い上げる、詩のない歌は聴くものに懐かしさや温かさ、優しさを感じさせ、 その作品の数々は21世紀のスタルジアと評される。代表曲は柚子、雨のち晴れ、レルヤがモチーフとして採用した桜色のワルツ。同作を原曲に雨のち晴れ、レルヤが完成し、NHK 朝ドラ、ごちそうさんの主題歌となる。佐賀県唐津市生まれ、幼少の頃、地元の祭り、唐津くんちでフエと出会う。 中学2年で引山林保存会に入りお林を学び、そこで初めて横笛に触れる。ピアノ、ドラム、ギター弾き語りなど音楽に没頭する少年期を過ごし、高校生の頃はシンガーソングライターを夢見るようになる。大学卒業後、忍と出会い、その音色に魅了され、また自身の思いを歌として表現するのに最も適しているのがこの楽器であることに気づき、 忍の笛奏者の道を志す。2012年6月には、国宝、薬師寺等々解体式典、法師降臨法要にて県笛を務める。作曲家としての活動も展開し、2013年、NHK 連続テレビ小説、ごちそうさん主題歌、雨のち晴れ、レルヤンには、モチーフとして、自身作曲の桜色のワルツが採用され、作曲に携わる。 また同作は2014年第56回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。2016年には佐賀県嬉野市の支局、ふるさとの空へを作詞作曲し、嬉野心大使にも就任。また2018年には佐賀県立嬉野高等学校の校歌を作詞作曲し、2019年には忍笛教本を監修、出版するなど常に 新しい挑戦を続けている。2020年3月からは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されていたコンサート等すべてを中止、または延期。そのような状況の中、オンラインレッスンを皮切りに、忍へ運指動画の配信や、充実したコンテンツ満載のオンラインサロン解説など、意欲的に活動を展開している。なお、同年7月より、 徐々にライブを再開している。コンサート動画アーカイブスやライブ生配信、トーク部や会員限定オフ会など魅力的なコンテンツが多数あり、佐藤和也の楽曲の運手を動画で確認できるお手本教材、ズームを利用した忍への個人レッスン。ありがとうございます。